自分の弱さを引き受けられるっていうのは強さでしかないので、受け止めて、正しく受け止めて、拗ねてどうせこうだよじゃなくてね、安心して弱さをさらけ出せるぐらいの女性であるか、正直メンタルで整形はできると思っています。心の傷かな、傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。もう嫌だっていう中に、その一番大事にしたい価値観が隠れてるかもしれない。やっぱり失敗とかうまくいかなかったことをこうバネにできるかどうか、神様は絶対に乗り越えられない試練を与えないって思っているので、起こること、人生の起こること全て私にとって必要なことなんだって受け入れられた時に、やっぱりね、3秒前は過去っていう、その過ぎ去ったことにしがみついていても過去はまた戻ってくるっていうことはないので、もう生ゴミだと、捨てちゃえばいいんだっていう、もう泣き崩れてこんな顔になってる自分っていうのは見たくない。一番大事なのって結構自分のマインド、自分軸っていうか、あとやっぱね、自分が3年後5年後どんな出たいかとか、まずは自分を知ってもらうために発信する、自分を選んでもらう理由、これがないと生まれてきた使命っていうのは必ず皆さんありますから、頑張ってまずは自分が輝くこと。私が諦めたら諦めた私を発信してしまうので、子育て中だから大変、介護中だから大変、いろいろあると思うんです、だから何を捨てるわけでもなくて、捨てなくてもできる範囲でやればいいんじゃないかな。ぜひ女性をキッチンに戻して子育てしながら、それを良しとする社会を作っていかないと、女が仕事来るんなら生活感出すななんて言ってたら国が滅びるぞって私思っちゃうんですよ。死ぬ時に、日本の女に生まれてよかった、最高、楽しかった、楽しんだ、はい、その子供を亡くした後の女性たちを支えたいっていう思いで、ここまで生きてきた証みたいなのをちゃんと残したいって思って、本当にね、さまさんのおかげで番組ってできたと思ってるんです。障害持った子供を育ててると、いろんなところで壁にぶつかるんですよ。その言葉自体がちゃんと力を持つっていうふうになんかずっと信じてるんですね。中学生の時に私はなんか女優に なるって言ってたらしいんです、中学生の時。あと高校生の時は、これは自分で覚えてるんですけど、私は大河ドラマに出るって言ったんですよ。自分の心地いいこと、それをやっていけば必ず最後に、あ、よかったなって言えるんじゃないかなって。自分の顔が相手にいろいろな情報を与えてしまっている。メイクアップのいいところは洗えば落ちるっていうところなんですよ。お洋服を着替えるのと同じ感覚で、お洋服の着替えに合わせてお顔も着替える。このちょっとの美容のちっちゃいきっかけが、その後ブワーってまた違う方向に行く気がするんです。そのちょっとのきっかけを作れたらなっていうふうに思ってるんですよね。メイクってすぐにその変化がわかるので、どちらかの顔に本音が出る、どちらかの顔に建前が出る、次の日は新しい自分になるようにメイクアップをしてあげたらいいんですよ。そのためにはもう自分自身が変わるしかない。本当に自分の心を変えただけなのにこんなにも変わるのかって言って、気づいたことを生かすからこそ付加価値って上がるんですよ。周りとか人のせいにしてたのを、自分の中に原因があるから、この出来事は自分に何を学べって言ってるんだろう、その個性の磨き方っていうのを学校教育で習わないので、やっぱり個性というのは輝かすために存在してるので、もう自分がここに存在しているっていうことはもう価値があるっていうことなので、それは知ってほしいと思いますね。お子さんが小さい時って自分の生きている意味全部がその子供のためになっちゃう。美味しくないけどとりあえず生き延びるために口に突っ込んでる食べ物なのか、食べるたんびに安いものだけど美味しいなって思える食べ物なのか、幸せってなるものじゃなくて、センサーを今この瞬間に張り巡らして幸せって思えることをキャッチできるかどうか。いい人だねっていう言葉を言われた時に安心してしまうのをちょっとやめましょうと。
もしかしたら都合のいい人になってないかな、で、あなたにとってのいい人になってますかっていうことなんですね。自分が自分の良き上司になってあげてください。働かせすぎてる上司になってませんか、嫌味ばっかり言ってる上司になってませんか、ちゃんと褒めてくれてますか、ちゃんとボーナス上げてますか、ちゃんと休息与えてますか。いいお母さんになろうとするんじゃなくて、自分が自分を生きてる姿をお子さんに見せるっていうのが一番お子さんが幸せになります。何がこう使命なのかとか、自分でも気づかないことに気づいたりすると、まあ、それでこう自分らしく生きられる、今をまたないがしろにするんじゃなくて、今もすごく大事にし続ける内面とか在り方とか、私はそのやっぱり生き方美人っていう、生き方美人を増やしたいって、人の悩みがこう、まあ、3つあるみたいな話をしてるんですけども、まあ、自分がわからない、他人がわからない、未来がわからない。私はやっぱり好きなことで周りの人にこう感謝されるっていうのが本当にすごい喜びだなっていう風に、自分もそうだし、身近な家庭もそうだし、そこから広がるいろんな世界がみんなこう平和。相手が何を求めているのかっていうところの、やっぱり想像力を働かせる力っていうのがやっぱり必要だと思うんですよね。他人のためのものではなくて、咲きたいから咲くんだっていうね、自分自身がどう咲きたいかっていうところが、何か教えようとかね、育てようとか、そういうことじゃないんですよね。いかにこう自分がね、精一杯生きるかみたいな。誰にもね、こう遠慮することなく、何にもね、こう我慢することなく、自分の気持ちをこう素直にね、言葉にしたり、誰かに聞いてもらったりすることって全然恥ずかしいことでもないので、120% の、こうね、拳を上げながら毎日ね、自信持って生きていきたいなって私は思ってます。そうじゃないですか、300キロで走ってるポルシェ、ちょっとハンドル切ったら壁に激突しますでしょ。それと同じで、え、ママなんで300点って言わないの、あ、君の中ではマックスは100じゃないんだね。プレゼンって相手の聞きたい話でスタートして、自分の言いたい話で終えるって最後のステップですね。じゃあノーイエスに変えるにはどうしたらいいの、相手の聞きたい話、要するに困っているところと自分の主張、お小遣いあげてほしい、この接点を探すわけですよ。相手の夢を叶えてあげる代わりに、僕のもちょっと叶えてっていうところへ持ってくるっていうのがベストなの。その歪みの出先が子供になるのは、母に投げた言葉が、この世の中にね、正しいなんてことないんだよ一つも正しいことなんて探してもないんです。答えはこうかな、ああかなって思ったものをどんどんやっていくしかない。その中で正解に近いものに近づく。言葉の力でハッピーなミラクルをたくさん作る。とにかく自分自身にありがとうございますっていう言葉をたくさんかける。何かもらってありがとうございますではなくて、先にありがとうございますっていう言葉を発してお礼を言っとく。それってね、好きやから許せるんですよ。自分で自分のこと嫌いやったら、嫌いな人と24時間住む人と一緒なんですよね。大好きを言う仕掛けをいくつか作っておく。で、好きなものに囲まれてたら幸せでしょ。どうせできる、どうせうまくいく、どうせ大丈夫、だって私だからできちゃう、どうせできる、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 できるいう、できるを満杯にしてあげると、やってみようかな、あのニコッと笑ってありがとうってね、受け取ってほしいんです。褒め言葉はプレゼントなので、乾かさないでいることがいかに肌に大事か、もう老けないためにはちゃんとやるっていうことが肌に対する礼儀、重力をつけないように巡らす、この表情を常に使うことなんです。これ今マスクなんかしてるから無表情で過ごしていませんか。そうするとね、メガネが顔のアクセントになるんです。人をね、コンプレックスで見る癖っていうのは、なんでって言ったら西洋かぶれしてるから。そうじゃない、あなたはどういう風に立ち振る舞い、あなたはどういう風に存在するべきかっていうことを教えたのがヘワイなんです。この3年間になぜ美意識をなくさなきゃいけないのか、で9月1日には黒髪に戻して何事もなかったように行くでしょう。これって二重人格を作る学校じゃないですか。それから子供を育てるっていうのも、やってあげるではなくてね、やらせる。今こそ今の若い者の方が使えるね。だからそれを使ってあげる。女の人はできるんだ、できるの、もっともっと他の人に振ってあげて、自分がもっと上に行きましょう。こんなに元気になるんだったら全員本出せばいいのにっていうのは、そうすると
自分の立ち位置の中で強みが見えてくるので自信になるんです。自分の言いたいを、ね、知りたいんですよ。そこもかえってなんかすごい人とばっかり比べちゃってかえって、ま、負け戦をしちゃうっていう、短い伝達で分かっていただけていい企画を作ってもらえるかっていうと、これをやりたかったからこれをしてたんだとかいうのが路線が明確になるので、社会に対してちゃんとコミットするってことですよね。で、自分が自由に生きるためには周りの人も自由でないと、もう何かの責任を果たして初めて自由になるわけであって、それがどんどん広がっていく。だから責任の範囲が広くなることが自由の範囲も広くなることかなっていうふうに、その制約があるのは面白いじゃんっていうふうに私は思っていて、その制約を打ち破るために女性の方もぜひ本を出すってことが、子供は、勝手に育ちますから愛情を持ってむしろ離れてるぐらいの方がちょうどいいんじゃないでしょうかと。ね、見ていることと聞いていることが同じじゃないと人は理解できないという仕組みに、全体の中での現在の位置が分かるようにする。10枚目に飛びたいと思った時に10エンターってすると、文字がたくさんわーってあった時に、それ全部読むのか読ませるのか見せるのか、見せ方によって見られ方って変わってきますので、笑顔って結構いろんなものを引き寄せてくれるじゃないですか。いろんなものっていうのはいいこと、まあ、そういう意味の書き換えとか置き換えとか、そういうのを上手に使いながら自分が傷つかないように楽しく生きていけるように、一度きりの人生ですので、書くことによって自分を一旦こう自分の内面を外側に出して客観的に見るっていう、狭くなると悩みが増えるんですよね。視点を高く客観的に見ることで悩みがどんどん少なくなって、一番大事なことって自分がどうしたいかだけなんですね。家族に応援団になってもらう。女が美しい国は戦争しない。みんな一人一人が自分の本音に素直に生きることができれば美しく生きれてるっていうことなので、とにかく女性がいつもニコニコ元気で明るく、なんか皆さんのそのワクワク、自分のワクワクっていうものを大事にして、もう一つ一つなんかちっちゃいことでもいいから実践していてほしいなっていうふうに思います。べきをしてたらこうなったみたいな感じでジャンってやってると、それを見ていいなと思えば私もそれやろうって、その内面を顔に乗せるっていう、でよりその人らしくなるためのメイク、私ごときじゃないけど私様を使うんだからっていうふうに思って生きていかないとダメなんですよ。相手の力を信じます。起こるべきことが起こるべきタイミングで起こることを私は信じる。自分自身が素であればあるほどそれが収入になってくる。ジェーンってこういいものがうーわーありがとうございますみたいな、何で返ってくるのかよくわかんないけどとりあえず払うっていうのは、これは絶対ダメ。私に起こるべきことが起こるタイミングで起こって、それを私がきちんと受け取れますようにっていうことだけです。今目の前に起きていることをとにかく信じることですね。すべての人がいいようになるように人生って生きてるんですよ。今このように今生きてられるっていうことを本当に無駄にしない。取り返してください自分の時間を。1分でもいい、1時間でもいいね。自分のための時間をぜひいっぱい作っていきましょう。